西富山駅は、富山県富山市寺町にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道高山本線の駅である、飛越線、富山越中八おか開業を報道する、新聞記事、当駅駅舎の写真もある、相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅で、北陸広域鉄道部が管理している。かつては、JR 貨物の職員に、 窓口業務を委託していたが、1996年3月16日の貨物取扱臨時化と同時に無人駅となった。かつて2番線は増発時に臨時に使用されるのみであったが、2006年より鉱山線増発実験のため使用が再開された。1975年9月6日撮影の当駅周辺航空写真開業以来の一般駅であり、 1981年11月20日より、専用線発にシャーツ貨物を取り扱う駅となったが、日本貨物鉄道に経営移管後の1996年3月16日に、シャーツ貨物の取り扱いは臨時化され、駅構内の貨物設備は全部撤去された。貨物臨時改善には、住友セメント西と山サービスステーション及び、 日本アルコール販売と山保管所への専用線が接続していた。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、投疫接続の専用線は次の通りであった。1967年7月1日現在における、投疫接続の専用線は以下の通りであった。 1970年10月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。富山県統計年間及び富山市統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通り、水田地帯の中を通る道路沿いに住宅地が広がる。 ありがとうございます。